真の聖女である私は追放されました。だからこの国はもう終わりです。をレビューします。ナロー特有のワンオペ国家運営いいぞこれ。リスク管理とか必要ねえんだよ。なんだかんだで純粋なナローの聖女者に触れるのは初かもしれませんね。基本的にナローのジャンルの変遷っていうのは男向け生きりから女向け生きりに向かっていて、聖女者もその一環で生まれたジャンルですね。男向けの方で言うと、このジャンルはすなわち、異世界で国家規模のチート能力を持っている俺だけど気分が乗った時だけ加勢して生きるぜ、という定番のあれを変化させたものですね。やれやれ目立ちたくないんだけどなあチラッチラ。まあ、大体ナローってこんなもんだろって一般人が考えて見下しているそれが、女用にカスタマイズされたものであると考えて問題はないでしょう。話は問題だらけですが、それになんだかんだで男の一人よがり生きりと違って女の自分大好き生きりの方が、相対的に、汚らしさとおぞましさは減るので、きつさ的にもマシになりがちではありますからね。なおコピペ量産型作家の聖女者。現実は非常である。結局ゴミが生まれるじゃないか。それでは裏筋から、聖女である主人公は唐突に王城に呼び出されたが、そこでなんと、婚約者であり王太子でもある男からお前は偽の聖女なので必要ないと言われました。当然主人公は本物の聖女であり、偽の聖女であるとほざいて嫌がるのは王太子だけであるので、必要ないとはどういうことですか、と尋ねるぞ。すると偽の聖女のくせに自分をたぶらかした悪女は、この君にはもう必要ないと言われたぞ。なんだろう会話が成立していない感、偽の聖女は必要ない、なんで、偽の聖女は必要ないという会話になっていて、僕かいまく頭が変になっちゃったよ。ま、原作というより漫画的な都合による不備かな。さて主人公は先代の聖女が死んだその日に女神からの神託によって聖女となっており、さらに聖女として日々祈っていたら結界が張られたり様々な加護を与えたりで、これによって君には発展してきたというのに、と早速自分の功績を脳内で思い描くぞ。ナローの聖女者っていつもこんなもんなの、いつもこんなもんやぞ。さてそんな功績ありまくりんぐな自分がいなくなると国が崩壊するでしょう。と、すげえことをごく普通にのたまう聖女様であったが、殿下としては聖女など形骸化したものであり、無意味な祈りを捧げるためにどれだけ無駄な税金を使っていると思っているのかと、ネチネチと言ってきてさらに詐欺師呼ばわりもしてきたぞ。やれやれ聖女の祈りは本物だし、結界がなくては魔物が入ってくるし農作物もまともに育たなくなって大変なんやぞと、これまたすごいことをのたまうぞ。聖女の右方以外では作物が育たないってどんなクソリッチなんだ。なのでさらに食い下がろうとするが、お前が祈っている姿を見ると鳥肌が立つと、続けて言われて呆れ果ててしまう聖女様なのであった。そう、この王子は実際アホであり、聖女様的にもこいつが婚約者とかないわーと内心思っていたので、王太子殿下から、実質婚約破棄である偽の聖女発言をされたことは大層都合が良かったのだ。なので、まあ別に自分としてはいいのだが、王太子と聖女が婚約することはこの国の伝統であり、自分がその伝統を断ち切るのはなんか気が引けるという理由で一応は還元をするが、ここでなんか知らんが変な女が乱入してきて王太子殿下に抱きついたぞ。さらに追加で、聖女がその変な女にいじめ行為を行ったので悪女決定、と押し切られてしまうぞ。まあ全部その女の自作自演なんですけどね。初見さん、いや初見でもさすがにわかるか。さらに彼女は治癒魔法が使えて周囲の男に受けもよく真の聖女としての説得力抜群なので、おめえの責ねえがらー。と偽の聖女こと主人公は国外追放されてしまうこととなったぞ。宗教関係者王太子の一存で国外追放はまずいですよ。というかそんな権力はないと思うぞ。しかしながら最後にもう一度念押しとして、真の聖女である自分がいなくなれば、この国は終わりですが、それでもよろしいのですか、と尋ねることとするが、結局追放は決定事項であると押し切られてしまいましたとさ。やれやれ仕方ないな。追放されてしまったからには自由気ままに生きさせてもらうこととするぞやれやれ。この女、こんなノリで大量合社決定の案件をスルーしやがりましたよ。やっぱなろうなんすねー。
王太子の婚約破棄と聖職者としての務めは別だろという突っ込みはなろうではしてはいけない。さて聖女である彼女はずっと城に缶詰であったため外のことなどろくに知らず、どうすっかな俺もなぁと悩むのであった。君、外の実情とか知らずにカゴがどうとか言ってたの。だがここでイケメンで主人公に対して理解がある騎士団長が話しかけてくるぞ。その騎士団長に、自分は国外追放となったので今日中に出ていきますと伝えると、それはもう大慌てであり、この国の未来が終わったことに落胆したのだった。ちなみにここの会話の中で、ほとんどの人間は聖女に懐疑的な感情を抱いているという追加情報がもたらされるぞ。なんでや、農作物はともかく結界とかいう目に見える成果があって懐疑的とかあるわけないだろ。ま、目に見える成果があっても与党を叩く謎の野党が日本にも生息。いかん危ない危ない危ない。さて騎士団長は聖女への礼として馬車を用意してくれることとなったが、それに乗って隣の国に向かう道中で負傷者が大量に乗った馬車に出くわすぞ。なろう？聖女、負傷者、目立ちたくないアピール。あ、はいそれじゃあ全員の怪我を感知させるやでー。聖女様すごすぎます。知ってた。これなろうだからね。聖女であることは隠して生きる。隠して生きるとは言っていない。さて全員を感知させたところ、馬車から金髪のイケメンが降りてくるぞ。なろう検定準一級の皆様ならもうお分かりでしょうけれども、彼は隣の国の王子様ですね。はい、まあそんなわけでこれからどうしよっかなぁと適当に進んでいたら権力者に拾われ、バラ色の人生が確定したのでやはりなろうですね。これイセスまで見たぞ。いや大抵のなろうであるけど、さて一方で聖女が国を去った当日の夜、最強めいたドラゴンが王都に飛来し、早速この国は終わりですの運命が着実に迫ってきていたのだった、という話ですね。おろろ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 ろ仮に同じ内容であっても、気持ち悪さは減ってマシにはなっていますかね。なお心の気持ち悪さは一切減っていない模様。それと女向けなろう特有の現象として、権力者に拾われる、っていうものがありますね。男向けだと権力者は自分で、奴隷とかを拾う、形になるので、ここも一応違いですかね。ここで男向けと女向けの違いが出ていてなかなかに興味深いですね。ジェンダー面における固定観念みたいなものが垣間見えますね。男は女を保護するもの、女は男に保護されるものと、昨今のポリティカルコレクトネスに真っ向から歯向かい自分たちが抱いている価値観を、決して曲げようとしないアンコンシャスバイアスがバリバリに効いているあたり、まさになろうって感じです。まあなろうはジャンクフードなので、新しく斬新な味とかでは需要に合わないってことですかね。昔ながらの、決まった流れで、決まった結末に向かう時代劇めいたものがありますねー。あと結界解けるの早いな、とかいう話に対しての突っ込みもありますかね。常時力を注ぎ込んでいないと解ける結界を王都全域に張り続けた小娘ってま、そりゃまあ、それくらい毎日フルマラソンレベルに力を使っていたら王子から婚約破棄されたからと、宗教関連のあれこれを放り投げて逃げ出したくもなるでしょうね。絶対そんな感じじゃないけど、実際本作、超クッソ激烈に最強にして至高の聖女様を愚かな王子と国民が追放するために、謎に聖女様をないがしろにしたり、理解を示さなかったりしているんですよね。そういう普通に考えたらありえない現象を作品の都合で無理やり入れたがために、普通に考えたらありえない描写まみれになってしまっているんですよね。例えばですが、聖女様はどんな傷でも一瞬で治してしまえるので兵士の怪我なども当然日々治しており、だがこれによって感謝されることは一切なく、むしろ邪魔者扱いされていたとかの話があります。そうはならんやろ。こういうところですね。本作が変なところって、無理やり聖女様を貶めるために、周囲の人間に認識阻害をかけているわけですね。この状況が正当なものである世界というのも、一応は考えることができて、それは治癒魔法が誰でも使えて重症が軽症未満にしかならず、それゆえ肉体の損傷に対する価値観がぶっ壊れた世界の場合ですね。
一応これなら、聖女様に治癒魔法をかけてもらっても感謝しないという状況は成立するのですが、本作の場合はそうじゃなくて、治癒魔法は貴重であり、通常は希少で高価なポーションを使って、それでもなお一瞬で感知はせずに傷の治りを早める程度の効能しかない世界なんですよね。そんな世界で傷を一瞬で治せる聖女様とか詐欺師のカスアマだな、べ、とかになるのは、明らかに普通ではないですね。こういう普通じゃなさが本作では腐るほどあります。明らかに変なところが多々ある以上は、ナローの聖女者の中でも平均以下になってしまいますね。さて白と同じサイズのドラゴンが嵐を引き連れてやってきたことで滅亡不可避となった王国は、SS 級冒険者に頼ろうとするがあいにく彼は不在であり、こうなっては兵を1万人投入し、真っ向から立ち向かわなくてはならなくなったぞ。兵士1万人よりも強いその冒険者何者なん？さてそんなドラゴンによって滅亡しそうな隣国は放っておいて、聖女の側に場面を移すと、なんか例の金髪イケメン王子と惚れたとかなんとかやっていました。なんという尻がる、ただしイケメンに限る、実際すでに自分の婿であるこの金髪イケメン王子はかつての自分の婚約者であるアホ王子とは、人柄から何から全てが完全上位互換となっていたのだ。しかも王子は聖女に対して、それはもう初見で続婚であり、自分の城に連れ込んだり王に合わせたりと即日やっており、しかもドレスで着飾らせるわ化粧をさせるわでこれが、私、という例のあれをやっていたのだ。これが私、っていうの、少女漫画とか好きよね。興味が化粧とか玉の腰に向いているからかな。さて王に謁見すると、なんかナローの定番、ペットのフェンリルを治療することになりました。ナローってフェンリル好きよね。犬っぽくてイメージしやすくてしかも強くてわかりやすいからかな。ちなみに年話で喋りました。こういう意思疎通のしやすさによって選ばれたのは、フェンリルでした。なお普通は年話はできず聖女だからできちゃいます。すっごい、はいはい。さてフェンリルは病気ではなく呪われていました。そんな陰謀の匂いを出しつつ場面は王国の方へ、なんか攻めてきたドラゴンは攻撃はしてこず上空を旋回していました。なので例によって、騎士団長が年話によって交渉を行うこととするぞ。なんかドラゴン曰く聖女は彼にとって癒しであり、年話によって長距離通話をしてくれたことがそれは大層嬉しかったとのことであったのだ。聖女の祈りを仕事として行っている中でおしゃべりしてサボってたらそら評価も下がるやろ。まあなんだかんだで王子が聖女を追放したからいないということを読み取ったドラゴンは、イケメンの人間に変化し、城の中で王子を探し出すこととするのであったとさ、という話ですね。おろろ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 しかしながら本作はその俺が精神が行き過ぎており、なるほどこれはクソナローですねって感じです。そもそもタイトルからして自分が去ったから国終了、みたいな感じなので、まあ普通の聖女者よりもキモいナロー味があるのは当然ではあるんですかね。でもさすがにドラゴンを人間にするのはちょっと、これって女主人公だからイケメンになりましたが、男主人公だったら女になってご主人様とか言い始めるやつでしょ。完全にクソナローの、男女を入れ替えただけのやつなんだから、結局話はクソナローのままだよねっていう、総評ですが、クソナローの男女を入れ替えて聖女をつけただけのクソナローですね。主人公の性格破綻度、モブの認識阻害度など、あらゆる要素が男向けクソナローのままであり、それに付随する気持ち悪さは一切払拭されていないことが見て取れますね。それでもまあ、陰キャの男が生きるのよりかは私ってサバサバしてるから女が生きる方が、絵面としてはマシではありますかね。マシってだけで確実にクソのラインは割っていますがね。最後に漫画家ですが、うまいですね。うまい、いや、うまいのか、かわいい系かな。変に絵が歪むところもないし、普通に読む分には、まあ、普通、ですね。それでは今回紹介しました作品、真の聖女である私は追放されました。だからこの国はもう終わりです。
男女を入れ替えただけのクソなローを読むときには最適なので一度手に取ってみてはいかがでしょうか。以上です。ほな、また。